今からキノコの味噌漬けを作っていきたいと思います。えのき、しめじ、ひらたけ、しいたけ、まいたけの順番でえのきを入れていきます。だんだんキノコはこう湯がいて火が通ってくると今度はぬるみが出てきます。ちょっとぬるぬるしてきたなと思ったらもうだいたい湯がけたことになるので、これが上になっているとここに水分が溜まってキノコ自体に水臭くなってしまうので裏の方を下を向けて最初に湯がいてしまうとこの湯がき汁にまいたけの味がついてしまうので他のキノコに影響がね出てくるので、こういうのは最後に湯がくといいと思います。ね、こう湯がき汁がだんだん色がついてきましたでしょ。実際に自分で山に入ってみてキノコを見つけた時に美味しそうだなっていうよりも秋やなっていうのを感じますね。今の季節サワラがだいぶ旬でございますんで、いいサワラっていうのは塩焼きにした方が僕は美味しいと思うので、これは塩焼きにして、はい、それでは、今からキノコの味噌漬けのとこを作っていきたいと思います。粒味噌だけでしたらちょっとこう甘いので、ここでちょっと信州味噌なんかを入れると少し味が締まってきます。みりんを入れることによって少し甘みですね。はい、今度はですね先ほど湯がいたこのキノコ、これを味噌床につけていきたいと思います。まずこれをですねこういうパイリッシュに、だいたいこうやって見たらだいたい面積がわかるんでその面積分だけの味噌を引いていきましょう。もったいないですしね。はい、そしてガーゼを置きます。下に塗るのは簡単なんですけど上にかぶせるのがなかなか難しいですね。でそういう時はまずもう側面ピタッとこう多めに貼り付けてしまいます。でこれを縦にして、ね、両端やってしまうともう安定するのであとはやりやすいですね。理想のこれがだいたい2日間漬けたもんでございます。普通に食べるんでしたらもう1日で十分です。でも今回はこれを水に入れてキノコの旨味と味噌の旨味をその地に移していくのでちょっと強めにつけてますね。こんな感じで、だいぶ色がついて美味しそうになってますね。今回合わせるのがサワラの焼き物、それに合わせていくのでサワラの焼き物と一緒に食べれる大きさぐらいに咲いてもらった方がいいかと思います。お水をひたひたぐらいまで入れていただいて、それはね野菜っていうのもやっぱ甘いですし、そういうのの出汁が出てくると甘くなる。そこで少しちょっとこう味を締めるのにお醤油っていうものが必要不可欠になってくるわけですね。少し片栗粉で少しとろみをつけて絡みやすく